全国の仮面ライダーファンの皆様、こんにちは。早くも第4弾が出ました。こちら。はい。仮面ライダーゴーストのガシャポンゴーストアイコン04です。ゴーストアイコンのガシャポン版となっております。1回400円のガチャガチャです。では、今回新しいラインナップ見てみましょう。まずですね、ビリー・ザ・キッドゴーストアイコン。はい、こちらも2種類いつものようにありまして、またも激レアのキラキラメッキバージョンがあります。そしてもう一つ、ベートーベンゴーストアイコン。こちらも同じくキラキラメッキバージョンがあります。全部で4種類のラインナップとなってますね。はい、今回もいつものようにいろんなもので遊べるので、いろいろ楽しめそうですね。早速、ものを見てみましょう。はい。まずこちらが、ビリー・ザ・キッド、ゴーストアイコンですね。上の絵柄こんな感じで、はい、中のデザインも変わります。はい。ではこんな感じですね。はい。では、続きまして、こちら、ベートーベンですね。はい。こちらちょっとグレーな感じのものになっています。6番ですね。はい。今回は5番と6番ナンバリングということになっております。さあ、早速ですが、行ってみましょうか。ほい。ゴーストドライバー。はい。よろしくお願いします。さては、まずはビリー・ザ・キッド。ここは長いので飛ばし。さあ、一気足を。海岸しました。100発100中、ズキュンバキュン入れてますね。では、次、必殺技ですかね。はい。ここは一緒ですね。通常。さて最後、あんまり見えないですか。はい。やはりメインは変身のところだけみたいですね。さあ、これがビリー・ザ・キッドです。続きまして、ベートーベン。いきます。変身。来ました。じゃ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 んと。では、続きまして、必殺。同じですね。はい、戻します。はい。では今回ですね、こちら、2種類。ビリー・ザ・キッド。おやすみ。ビリー・ザ・キッドとベートーベン紹介させていただきましたが、そうですね。どちらもインパクトのある音程だったのではないでしょうか。はい。これからもですね、こちら、ゴーストアイコンシリーズ以外にも仮面ライダーのガチャガチャや他のおもちゃなどいっぱい紹介してきますので、ぜひともチャンネル登録の方をお願いします。それでは。